かしてレン、池永レン君？ちょっと待ってレン君、なんでそんな、あれ俺間違えたかなみたいな顔してんの？そりゃ久々に会ったからこっちも声かけるの不安だったけど、私が他の誰に見えるかな。たった何年かで分からなくなるような関係だったっけ。まあまあ骨。じゃあなんでそんな顔してんのって聞いてるんですけど。つまりレン君は私たちが見ない間にめっちゃ美人、いや美少女になっちゃってるんで戸惑ってると。相変わらずとは失礼ですな。レン君もそういうところ変わってないんだ。いやー久々でちょっとびっくりしたけど、確かに私たちの知ってる目つきの悪いレン君だったよこれ。うわうわ、ほんと昔から変わってないっていうか、そのまま育った感じがする。変なの？ああ、ママとりあえずクラス確認しよっか。いい加減目立ってきちゃったしね。やはり美人の双子だと目立ってしょうがないね。レン君、今ちょっとドキッとしましたな。やったよね。やったぜアヤ、これはレン君も可愛く成長した私たちをめっちゃ可愛い女の子として意識しちゃったな。あー確かに思い返してみれば、そういえばそうかもしんない。というかそうだったけども。そうだったっけ。なんか普通に友達として扱われてただけのような。いやこういうお姉でごめんね本当に。おこれからも迷惑かけるけどごめんね。あ、レン君 A 組だ、さすが。とはいえそうだろうとは思ってましたけれども。面目って誰に？国費出してくれたお父さんとか。おお、男の子のプライドってやつですか。あ、そうだよ、すごいすごい、私たちやっと同じクラスだよ。3人一緒なんて初めてじゃない。3人どころか私お姉と一緒が初めてなんだけどね。それじゃレン君、これからまたよろしくね。今日のお姉はレン君に再会できてテンション振り切ってるだけだから見逃してあげて。普段はその辺もうちょっとマシだから。本当にそうそう、
ひなたちゃんは久々にレン君に会えた喜びで、飼い主がリードを持ってきた小型犬のように嬉しさが隠せず、尻尾をちぎれんばかりに振ってるだけですので。やだレン君、お姉に首輪と紐をつけて散歩したいなんて、そんな趣味が。わあ、確かにお姉はあの首輪が顔に引っかかってつぶれぶちゃいくになりながら爪を立てて抵抗する動かないタイプの方だね。そんなだから太ももにお肉がついてプニー出してるんですよ。最近割と気にしてもいいんじゃないかってレベルで。なぜ同じ生活をしてるアヤとお肉のつき方が変わるのでしょうか。あ、体重は一緒かな。肉がついてるところはなんか違ってきてる気がするけど。今は誤差かもしれないけれど、これが決定的な差になるような気がする。双子の勘で。感情が1ミリもこもってない。私への気遣いとか思いやりは。レイ君、それはちょっと冷たくない？もっとこう久しぶりの再会を祝おうよ。会ってない間の話とかさ、いろいろあるよね。そうだよ、手紙とかメールとかも全然全然してなかったんだからさ。それはそうでございますがね、再会の喜びには鮮度というものがあります。レン君、どこから学校通うの？おじいさんのところ？どういうことそれ。普通部屋借りるときに下見とかしない？いや、まあ今元気みたいだからいいけどさ。それはそれとして、連絡取れなくなって結構心配してたんだからね。どうしたの？ね、なんかろくでもないこと考えてない？失礼な。いや、私たちはもう寝るくらいの。片付けは終わってるよ。だからこのままレン君の部屋を仕掛けて手伝えばいいんじゃないと思って。なるほど、ついでに部屋の場所も割れて一石二鳥。ついでに隠してるエッチな本の場所も分かって三丁目ゲットって寸法だね。え、これでなんかレン君にされたら、会ってない間に変わっちゃったねって言って距離を置けばいいだけですし。そこはこれまでの信頼分の代金かな。私は何もしないと思ってますけど。あれ、もしかしてレン君は何かしちゃう感じ？ともかく前は急にいなくなった誰かさんがまた同じことしないかって心配があるんですよ。これが。よしよし、連絡しなかった負い目はちゃんとあるみたいだから、そこは許して信じよう。ありがたがれ。ほんとだよね、こんな美人姉妹とあれだけ仲良くなっておきながら縁を切ろうとするとは、罰が当たるね。だってアヤめっちゃ可愛いし、可愛くない？お姉もめっちゃ可愛いし、これ自分と同じ顔なら私も可愛いでしょ。私たちもこっちだから同じ方向だね。は、いいねいいね、それなら美味しいご飯のとことかそういうのも話しやすいし。ん、私たちも部屋借りたんだ。家からだとちょっとかなり遠いというか早起きつらいしね。一人ずつだったらダメだったかもしれないけど、二人一緒ならいいでしょってことでね。そうそう、借りるとこも学校と提携してる部屋だからお母さんもまあいいでしょうって。お、もしかして私たちの部屋が気になっちゃう感じ？あわよくば上がり込みたいとかそういうやつかな。いや、まあ
別に片付けた後なら遊びに来てもいいけど、というかそのうち来るでしょ。だよね。まあそれまでに。もう知らない人になっちゃったね。みたいなことになってたらわからないけど、はあ、あとはレン君に彼女ができてたりしたら、どうしようね。私たちのこの距離感って割とアウトだと思う。今更だけど。そんな、絵をずっと一緒に描いてた幼馴染と彼女、どっちが大事だって言うの？レン君、それはそれでお姉ちゃん心配になるかなって。うん、辞書的にもちょっと、そのちゃんと友達はいた方がいいって思うかな。確かに背も伸びたけれど、私的にはレン君はレン君だし末っ子なのです。とん、おとなしくお姉ちゃんたちの世話を焼いてなさい。とん、どうしよう。あや、レン君が反抗期だよ。いや、これで軽々引っ張っていかれたり、逆になんかエッチな感じの反応されるよりはいいのでは。まあよしよし、今日は手加減しといてやろう。初日から飛ばしてもよくないしね。うんうん、これから3年間楽しみだね。ふむふむ、うちの妹のあやなんておすすめだけどどうです。お、いよいよ、うちの姉のひななんておすすめだけどどうです。え、マジですか。いや、ふざけてないのはわかるんだけど。まあそれはおいおい、とりあえずお部屋拝見 OK？確かに誰か引っ越してきたけど荷物しか入ってないねって話してたんだよね。ここに住む人来てないねって話したよね。レン君さん、一応お聞きしますが、ストーキングなどのご趣味は？まあさっき私たちの顔見た時のが演技だったら、むしろ絵じゃなくてそっちで食ってけよって話だもんね。よし、家が近いのはいいことだ。というわけで着替えたらお昼、その後にレン君の部屋の片付け、そういう感じでどうかな。うん、仕方ない、そうしよっか。じゃあレイ君、こっち着替え終わったらチャイム鳴らすね。しかしいろいろ予定が狂ったね。いやね、部屋が近いなら近い、遠いなら遠い、どっちかが学校に近いかとかで、これからどうするかいくつかのシミュレーションはしてたわけですよ。さすがあや。ちなみにどんな感じ？夜遅くなったり朝早い時は近い方に泊めてもらうとか、泊めてあげるとか。まあその辺どうなるかなも含め、あとは行きがけにお姉のことを起こしに寄ってもらったりとか、こういい感じの中間地点になってくれるといいなとか。うん、だけどガッチガチにお隣さんだからね、さすがの私も若干照れるものがあります。その辺は別に用でもないし、決めるのはアパートの大家さんだからね。とはいえ、レン君の部屋と私たちが普段暮らしてる部屋は間に一部屋あるから。うん、どうせ必要になるんだから、アヤの方の部屋は完全に作業スペースにして、私の部屋を生活用にしようって感じで。まあ割と防音きちんとしてるみたいだから、隣同士でも大丈夫だったかもしれませんけど。確かに、まあ、レン君に君に立てられるかと思うとそれは、
少しキモいけど、そういう趣味が。それはやっぱりさっき言ってた彼女を作って連れ込んでというやつだったりするの？あ、そういう時はそれとなく言ってくれたら、私たちお姉の部屋にこもって静かにしてるからね。え？あー、いやー、なんでもないですますよ。そうか、レン君も彼女を万が一でも考える年頃かって思って。まあ年だけで言えばそうなんだけど、こっちも万が一あるかもくらいだから不毛な話だなーって。ラーメン、うどん。ラーメンでいいでしょ。ラーメンで、男子学生にはこってり濃いめの味付けで替え玉あった方がいいでしょ。もう引っ越しとか入学式で疲れてるんだから、胃に優しいうどんの方がベターでしょ。お疲れ。お、だいぶ綺麗に片付きましたな。いやいや、私たちも自分たちの引っ越しの後から出しっぱなしだったから手間じゃなかったしね。うわ、というか一日でかなり片付いたね。ふむふむ。まあなんか知らないけど、お隣さんになったんだし、これからは助け合っていきましょうなんてね。理解されてるって楽でいいわ。ピーピー、うん、おいしい。あの、うちの姉が本当にごめん。うん、これはおね、レン君にちょっといたずらとかされたとしても完全に自己責任ですわ。だからいいよ、好きにして。これはいっそどこまでやったら起きるかという遊びにするのはどうだろうか。だよね。しょうがない。ちょっと休憩しよっか。レン君、困ってる？ああ、ほら、私たちがさ、なんかこう、そばに行くとビクッとしてたからさ。いや、それは割と無理もない話だと思うけど。ないない、むしろ私たち5年くらい会ってなかったわけだし、それこそ昔と同じわけもないんだから、私たちもまあ多少テンション上げて昔のままでやろうと無理してたところもあるから。この男は。そんな、またレン君がフラッといなくなったら嫌だからに決まってるでしょうが。あれは何も捕まえておかないと、今度もまたフラッと消えそうな気配がある。というか私やお姉に遠慮してよそよそしくしてきそうだった。というわけで、これからも私たちは昔みたいにめっちゃ馴れ馴れしくします。本当に嫌ならちゃんと距離を置くけど。ブッブー、そういう態度が良くないって言ってるんです。誰に対しても遠慮しようってこの末っ子が。生きてます。というかさ、私たちに対して遠慮するのやめてよ。そういうこと。なんかほっとけない顔してるんだもん、レン君。心配かける方が悪いんです。はあ、まったく。
そういうわけだからね。半日じゃない、その前に何年も一緒だった。蓮くんのことくらい大体わかってる。何？なんかめっちゃ歯切れ悪い言い方してるけど、言いたいことあるなら早く言っといて。はい、そうですね。いや、これは監督責任というか姉妹の罪として受け入れるよ。何？うん、女としてどうかと思うくらい、なんかあれ、子豚が寝てるとこんな感じかなって。蓮くんが紳士でよかったね、おね。ほら起きて。やだ蓮くん、そんなんダメだってば。姉ながらベタな。これ本当に寝てるのかな。こうなれば奥の手しかあるまい。最終手段が残ってるから平気。というわけで蓮くん、お願いがございます。骨をちょっと部屋に運ぶの手伝ってくれないかな。いや、自分と同じ重さを運ぶのはちょっと。いや、割と重労働なのは知ってるんで、男の人を頼りたい。もうどこ触ってもいいし、なんなら運ぶ前にちょっとくらい揉んだりしてもいいから。ありがとや。お代は今度お姉から徴収してくださいませ。相手が蓮くんなら別に刑罰にはならないと思う。おお、さすが男の子、頼れる。いや、お姉も私も同じ年の女子じゃ割と大きめの方ですよ。ようこそ女の子の部屋へ。感想はどうですか？あ、それそれ、蓮くんの部屋もなんか匂い違うなって思った。あ、嫌だとかそういうんじゃなくて。まあまあ、とりあえずありがとう。どうする？いたずらするならカメラ用意するか、外でご飯食べてくるけど。ふむふむ、ご飯はどうすんの？なんか変な顔してた。自分ではしてた気がするけども。うわ、なんということだ。寂しいのが顔に出ていたとは。そういうのはお姉のやることなのに。ごめんお姉、確かにそうだわ。表情だけで男を惑わすような魔性の力はお姉にないわ。くっそ、ダメか。付き合い長いせいでいろいろすぐバレる。あ、いや、悪いなんてことは何もないんだけど。お姉にはその内緒にして。さすがに二人だとちょっと狭いかな。うん、こ
これは一人ずつ入った方がいいかも。ところでおね、さっきどの辺から起きてた？それは言わないとダメなやつですか？そうだね、割と気になるところではある。蓮くんにお姫様抱っこで運ばれてるあたり？いや、ほら、そこで起きるのめっちゃ気まずくて。はぁ、やっぱり。いや、そこで寝たふりするのもわかるんだけどね。ちょっとおねえ、何すんの急に。なんだかんだでお姫様抱っこ、よかったんじゃないの？それはそれとして、あや、最後のあれ何ですか？魔性のとか寂しいとか。いや、あれはその不意打ちというか、女の子の頭を急に撫でるのはダメだと思いませんかね？いや、まあわからなくもないけど。わからなくはないけれども。わからなくはないけど何なの？妹がなんかこう久々に女の子の顔してるのを見ると、わあ、蓮くん本当に帰ってきたんだなぁと。それはお姉も同じでは。はい、蓮くんと再会できてちょっとテンション上がってました。だよね、わかる。だけど明日からはもうちょっと落ち着こっか。割と背伸びてたね。ちょっと目つき悪いの変わってなかったけど。昔は私たちの方が少し大きいくらいだったのにね。今度は別々になるにしても納得してからの方がいいね。だね、前も急な引っ越しだってのは分かってたけどさ。
さすがにブラッシングはできないね。高さ足りないし。私たちなら歩きながらでもできちゃうし、編んだりもしちゃうけどね。まあその辺ずっと二人とも一緒ですから。どうかしたの？なんか具合悪いみたいな顔してるけど。あ、めっちゃわかる。昨日から私も昔はああだったなとかこうだったなとかすごい思い出してる。だよね。何するにしても前はどうだっけとか今もこれでいいのかなとか寝る前にすごい考えた。そうかな。なんか別に変わらないんじゃないかなって気もする。その辺はダメじゃないって思ったら考えればいいんじゃないかな。うんうん。いやだって私たちって昔から一緒にお風呂入ったり同じ布団で寝たりとかそういうのしてないし。蓮くんが引っ越した時は私たちも胸が大きくなりだしてたし、私その辺割ともうちゃんとしてたもんね。蓮くん昔からしっかりしてたからあの時のバカなクラスの男子みたいなこともしなかったしね。それに今なら3人で絵描いててもからかわれたりとかもないし、むしろ前よりも楽かもしれないよ。蓮くんまた黙ってなんか考えてる。何？私の太ももがエロくなったなとか思ってた？確かに割とムチっとお肉ついてますからエロさはあるかもしれない。特にお姉、あれほんとね。まあ私とお姉が可愛すぎたので独り占めしてた蓮くんへのやっかみも大きかったのではでは。ふっ、私たちの区別もつかないようなやつら完璧にどうでもいいわ。学食あるみたいだからそこで食べるつもりだけど。あ、まさか蓮くんもう誰かと約束が？うん、全然。むしろ私たちががっちり確保してて他の人と全然話せてなかったね。うん、これは友達作りを考えると適度にリリースする必要性が。うーれー、強く生きるんだよ。あや、真面目に適度に距離を置くのも大事なんじゃないかなってお姉ちゃん思うの。事情的にも同感だね。いやもう一生お姉ちゃん子でも割とありかなって気がしないでもないけど。きちんと考えるように。いいね。みんな気になるのさ、あんな可愛い双子の子に挟まれてるあいつは何者なのかってね。僕は白江エイタ、これから1年よろしく。こうも誤解を解きにかかったのかな。なんかはしゃいでるね。それは無理じゃないかな。僕らはともかく誤解は増えるだろうね。ほら、彼女らが美人なのもあるし、何よりそれが双子っていうのは目立つからね。クラスメイトには説明できても限界があるだろう。まあね、僕としては気にしないことをおすすめするよ。向こう、彼女たちが君を呼んでるみたいだけど。うちのクラスに末っ子の紹介をしておかねばと、そういう話になりまして。まあまあ、どのみち蓮くんも兄弟姉妹みたいなもんだって話した方が早いし、ね。
こう。できれば食べ物も。そっか。歩けないっぽい。体力入らない。保健室。食べ物あるかな。ああ、今日は見ないと思ったらこんなところにいたのね。お願いするわ。ありがとう、助かったわ。ほら、あん、飲みなさい。あん、動けなくなる前にスマホで連絡するなりしなさいっていつも言ってるでしょ。いや、純子先輩、今日は平気そうだったんだけど、日差しがきつくて。そうかしら。春の気持ちのいい陽気だけれど。ありがとう、この子のこと心配してくれてたのよね。そんなこと言って本当はどこに連れ込もうと。あ、いた。助けてくれた人になんてことを言ってるのかしら。先にお礼でしょ。ああ、いっそどこか連れ込まれて一度ひどい目に遭った方がいいのかしら。そういうのは勘弁ね。 ありがとう。何されそうになったかわからないけど。1年生よね。出なければみんなもう見慣れてるからほっとくもの。ええ、私は菅野純子、3年生で、こっちの背だけは小さくて引き倒れてた方は2年生の桜田杏よ。今、背の栄養が胸に奪われたとか思ったんじゃないか。しかもふてくされてるから笑えないでしょ。まあいいわ、せっかくだしお礼させてくれる。今日のお昼まででしょ。だよな、純子先輩めっちゃ美人だし、ちょっと気遅れするよな。アンの借金上乗せすることに決めたわ。その待ち合わせてる人の分も合わせて一番高いの頼んでいいわよ。それはないですってば、純子先輩。ささ、行きましょう。これはお礼もあるけれど、あの子への罰でもあるから受けてくれると嬉しいわ。育ってしまったようね、池永蓮。入学早々こんな美人の先輩にご馳走になるなんて、もしかしてこの後輩超一流の干物素質が。自分の心配をしてくれた相手になんてこと言ってるの。次からはアンが転がってても見捨てるか。どうしても後味が悪いなら私に連絡してくれればいいわ。とはいえ、ガールフレンドがいるならあまりお邪魔しない方がいいかしらね。あ、レン君とは今のところそういう関係になったこと一度もないんで大丈夫です。姉と弟みたいなもんなんで。それにもう他の席も埋まってますし、お気になさらず。兄弟みたいなもん。こ
そんな可愛い双子と？じゃあお言葉に甘えるわ。アンも余計なことは言わない、邪魔をしない、いいかしら？できるわね。頑張りましょう。それにせっかく先輩がいるなら聞きたいこともあるし、ほら授業の話とか専攻のこととか。そういう情報は安くない。新しく入ってきた1年生にまでたかるような女だったのねえアン。違うんですよ純子先輩、今のはうちの中のゴーストがやっておけってささやいたんですってば。そこの空気読めないのはほっといて。何かしら答えられることならいいのだけれど。先輩めっちゃ綺麗ですけど、何か特別にやってることありますか？おねえ、せめて学校のこと聞こうよ。いやだって学校のことは他でも聞けるけど、美人の先輩がなんで美人なのかなんて聞けるチャンスそんなにないよ。特別なことね。夜更かしをしないことと寝る前のストレッチに、あとは身だしなみはいつも気にして整えてるくらいかしら。と言っても爪とか毛先くらいだけれど。うわぁ、ガサツなお姉には無理な細かい気遣いだ。これ、そういう小さい積み重ねがキラキラしてるタイプの美人さんだよ、この先輩。そういう細かいところができないのはね、自分でも分かってるから、わざわざ改めて言わなくてもいいかな。まあ純子先輩のことはともかく、この学校って結構独自のルールがあるから、その辺は知ってても損はないと思うぞ。ちょっとした画材とか資材のもらい方とか、ごっそり残って作業する方法とかね、純子先輩。そうね、あとは気難しい先生の付き合い方とか。一番大事なのは作業部屋の取り方かしら。成績が良かったり制作に必要だと個人用のスペースが使わせてもらえるの。ほら作業棟ってあるでしょ、あそこの部屋のどっか。あら詳しいのね。もしかして入学前に調べたか誰かに聞いた？そりゃもう憧れの学校ですし、いろいろ調べましたよ。ああ、それはその実は私は違うとこも受けてたり。こっち二人はよく知らないみたいだな。調べてないで有森に来たのは珍しいな。やっぱりおじさんとおばさんは一緒に帰ってきたわけじゃないんだ。レイ君、私たちに会うために戻ってきてくれたんじゃなかったの？だってほら私言ったよね、好きな絵描きの人いるから同じ学校行きたいって。あ、おねえ、それレイ君知らない？好きな絵の話はしてたけど、ここの卒業生だって知って、そこを目指し出した頃はいなかったから。ん？そうだっけ？なんかずっと一緒にいた気がしてて、すっかり忘れてた。そうそう、そしてあわよくば学生時代の作品なんか見られるかなって。私は花とウグイスの方が好きって言って大喧嘩になったんだっけ。懐かしいな。その花とウグイスを描いた鹿野聖さんも卒業生の一人よ。先輩から在学中二人の仲が良かったって聞いたこともあるし。あわよくば学生時代の作品やラフなんかが残ってたら見たいなというところですかな。あ、いやそんなそんな。確かその辺保管されてませんでしたっけ？されてるわね。二人は入学する前からいろんなところで賞を取っていたし、学校側も
価値が出るかもなんて思っていたんじゃないかしら。あ、うん、見られるかどうか、どうやったら見られるか調べてあげたら、先輩らしく。まあそのくらいなら。助けられた義理も返しとかないとしんどいし。うちを助けたのはそこの後輩男子であって、双子の方ではないのでは。ずるいな、後輩にそんな風に言われたら断るに断れないじゃないか。怖い子。でも公開されてないかもしれないから、そこは覚えておいてね。見られなくてもアンのせいじゃないから。分かってますって。ただその辺って、うちの綾も特待生なんですけど、役に立ちませんかね。うん、黙ってたのにお姉にさらっとバラされた。ああ、星見つくよの再来とか言われた特待生が新しい一年にいるって聞いたけど。そっか、どっち妹。ああ、待って、星見つくよの再来なんて言われてるんですか。私どっちかっていうと加納ひじりの方が好きなんですけど。気を悪くしないでね。再来っていうのはエヴァという話ではなくて、筆記とかボロボロだったのに作品だけで特待勝ち取ったってことじゃないんですか。星見さんもそうだったって言いますし。いや、これには深い事情があるの。蓮くんにはタイミングがあったら話すね。ということはメインは絵で、選考予定は平面？あ、はい。他にできることもないですし。ねえお姉。そうですね、遊びで粘土くらいはやってたけど、ちゃんと立体は勉強したことないかな。カメラ趣味。うち写真部とかもあったはずだけど。そうだよね、学校は一緒なんだし。蓮くんがやりたいことをやるのはいいことだよ。そうだね、そうだけどね。愛されてるというよりも弟離れできないお姉ちゃんたちみたいね。だけどそうね、私は情報を取ってるから、何かあったら教えてあげられるかもしれないわ。純子先輩は取った授業だけじゃなくて大体何でもできるじゃないですか。やだ。あ、うちは立体だけど偏ってるから手助けとか全然できないんで。だけど文化祭では役に立つのよね、この子。いいわよ、この学校部活動とか委員会もあまり熱心じゃないし、上下のつながりが作りづらいのよね。まあ個人的に仲良くなるってのはありますけど。他にもイベントで仲良くなることはあるわね。人の縁なんてどこでつながるかわからないもの。というわけで連絡先の交換しておかないかしら。あまり変な使い方しないでね。あなたたちも交換しておく？あ、お願いします。お願いばっかですけど。いいのよ、先輩だものね。あ、うん、まあうちは割と頼りになんない方だけど、いる？一体なんでそんなことに。いや、ちょっと食費を使い込んじゃって、人間水と塩じゃ生きられないな。季節の変わり目はいつもよね、ハン。少しは控えたら。うち欲しいもの買わないと死んじゃう。そのうちプレミアついたら後でもっと辛くなる。泳ぎ続けないと死んでしまうマグロの気持ちというか。あ、今マグロって聞いてなんか変な想像。あいっ、ば年下を雑にからかわない。あまり品がないのは好みじゃないって言ってるでしょ。つい思いついて口に出ちゃっただけなんです。気をつけます。どうしよう、初めて会った先輩なのに全く言葉が信じられない。
見る目のある1年生で助かるわ。ああ、さっきの件は大丈夫よ。この子、人との約束は私相手以外だと守るから。じゃあね、池永。蓮くん、もしかして、もしかして男子の友達できたの？蓮くん、引っ越し続きで友達作れなかったって言ってたけど、よかったよ、よかったよ。しかしお昼も驚いたよね。あんな美人の先輩を蓮くんは連れてくるんだもん。あれは本当に驚きましたな。めっちゃ美人だったよね、おね。あっちもあっちで、なんていうかすごかったね。背の分胸に持ってかれちゃったんだろうね。羨ましくは、ないね。たまに邪魔だし。終わってません。蓮くんさんがまだ見ていない部屋があります。ありますね。そう、名義上は私が借りてる隣の部屋です。本格的に授業始まる前に片付けないとダメだよね。あっちの部屋も早いところ作業場にしたいし、そろそろ絵も描かないと不安だし。はい、だからその買い物、私たちも一緒に行くね。大丈夫、さすがに見られたら恥ずかしいものとかもあるから、何でもかんでも手伝ってなんて言わないから。チラシにクーポンついてたし、ピザ頼んじゃう？おーイエー、ピザロー、ピザロー、蓮くんも一緒に食べる？ん？蓮くん、もしかしてご飯作れるの？今めっちゃ配慮があった気がする。太るぞって言おうとしたのを我慢した気配があった。やれと言われてもできないのだ。蓮くん、そういうとこあるよね。容赦ないというか、正論で返してくるというか。そうだ、そうですよ、そうだよ。できないのならできる人に助けてもらえばいいんです。というわけで、蓮くん、普段男子に媚びたりなんてしてないのに無理するから。もう、昨日から思ってるんですけど、もうちょっとこう照れたりしてくれてもいいんじゃないですかね。お姉ちゃんにいきなり媚び声を出された弟って困るんじゃないかな。確かに言われてみればそれはきつい。というわけで、蓮くん、ご飯作って。
ところからいい匂いする。はいはい、ほらおねえ起きて、せめてちゃんと座ってます。風景画ばっかり描いてたもんね。まだ絵は描いてるんだよね。